ダーでございますということですね、今回はですねホームボルクスブルーを迎えての一戦です。4月30日ですね。いや前回からですね引き続き撮ってますのでもうテンションが非常に低いですけども、まあ行きましょう、香川まだダメか、まあ、しょうがない。香川に変えてカストロじゃなくてベンダーで、香川ベンダーに変えて、違う、ハーダー出して、これでいいですかね。これでいきます。晴れだ晴れ、オッケー。結構もう本当に勝ちたいですね。テンション本当低いだからテンション低いわ、マジでテンション低いわ。いやーなんだよそれ、ひどい。もうここで調子を上げていこう、調子をね。調子を上げていこう、マジで。はいはいはい、調子上げていくっつってんだよお前。こっから一回外し、一回でも外したら今日は勝てません。オッケーはいはい、一回でも外したらもう勝てないからね今日。はい、おしまい、もう勝てない頑張りなさい頑張りなさい、勝ちたいんだから頑張りなさい。もう腹立つな、やばいなこの腹立つ感じ。いやーもう、1万いかなかったら、いや1万いかなかったらもう今日はもう本当にガチで勝てないわ多分。やばい、うわー厳しい、くそ、うわマジか、これ当てよう当てよう、うわ勝てねえ今日、勝てねえわマジで今日、勝てねえわ。皆さんこんにちは、今日の試合の実況は西岡、コメンテーターには堀池拓実さんをお迎えして、覆せ一気に覆せ、もう5点ぐらい取ってるから、ね、堀池さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。DVD、ボルシャドルトムント VFL ボルスブルグのマッチアップです。シャルケが2位になってるね、それバイエルンが3位に落ちてますね。クルースに点を取らせたらダメだよ本当に、追いつかれるよ。オーベベンが点を取るんだよ今日は。試合開始です。あれこれシグナルイグナルパルク、ジグナルイグナルパルクで何ドルトムントにファウルがありました。なんで腹立つな、ジグナルイグナルパルクで久しぶりにこんな昼間の、ま、真っ昼間の中、晴れてる中でやるんじゃないし、最近なんか変な天気ばっかりだったユリアン・ドラクスラ振り抜いた、危なっ、びっくりしたびっくりした、集中集中で、落ち着いて集中していこう。まだ 0-0 だから言っとくけど、まだ3分とかしか経ってないでしょ。効果はありましたよ。ビエリーニ大丈夫、イライラしない、イライラしない、ビエリーニイライラしない、クロスを出した、キーパーの届く位置でした。ワンツーでいこう、ワンツーでいこう。スベン・ベンダー上がってくれよ、もうオバメヤンパンチングで弾きました。あーなんで決めらんない、いいよ形はいいんだよ、形はいいんだよ、落ち着いて。うわ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 ー、くそ、形はいいからゆっくりゆっくり、静かに静かに静かに、オーケー、こういうクソパスがあるから、相手もクソパス打ってもいいから大丈夫。
自分だけでない、クソパスですね。パスを繋いできましたが、ここで奪われました。これは来た。このシュートびっくりした。もう本当に怖い、マジで怖い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 。とはいえですね、本当に怖い。足としては危ない形を食らえていましたよ。なんで今溜めた？いやーお前ファウルだろ、さすがにお前それは切れるわ。サイドから中央お前7番、おい中に人は7番この野郎許さないぞ、7番もだけ許さないわ。シャヒン大阪じゃない、なあくそ、気分が悪い。落とす。スレンベンダー。ロイス。ボールが狙われています。ここでなんとかボールに寄せてきました。オンゴール。オッケー、オーバーメア。いいね、オーバーメア。いや、いいね。オーバーメア。ピエール・エメリク・オーバーメア。シュート。おら、なんで決まんねえ。うわそれはクソ、マジで力んでんのかな、頭を使います、イライラすんな、マジでよくないね本当にね。今まで実況でイライラなんか全くしなかったのに、じゃあに当たって決まりました。マジで許さねえ、マジで。ナルコロイス、あーくそ、精神状態が悪いと本当にプレーに影響する。イルカイ・ギュンドア、オバメア、よーしゃ、ナイス。セクシーなボールマッチです。ねえ、なんでそういうとこだよ、あーくっそ、そういうとこなんだよ。性格悪いとこ出てる、気をつけて。本当に実況でダメで、そういうことダメ。ダニエル・カルジューリ、お前本当そういうのマジで許さないから俺。オッケー、勝った。パパスタソプールス。外。中。オーバーメア出ろよ前に。ちょっと落ち着く。落ち着く。深呼吸、深呼吸ね。ここへ展開をします。そのまま返します。クロシェ。シュートだ、キーパー反応した、ボールを弾くコーナーです。スモティッチ、ダニエル・カルジューリ、ドラクスラ、これはもったいない、ボールを失いました。ヒュンメルス突破しました。これは絶好のチャンス、オバメアン、ボールを蹴り出したい。ビエリーニャ、パスがよくつながっています。見事なパス、ここでシュート、ロングレンジのシュート、これは決まりません。ただですね、ロングレンジを持っている選手ですから、今のような形で打たせてしまうのは良くないですよ。ヘンリク・ムヒタリアン、もう深呼吸終わり、集中しなさい試合に。危ない危ない、結構危ないシーン作られてるんだよ本当に。前半のうちにちょっと1点はさすがに本当に返しておきたい。ミスになりました。この距離は過去何回も決めているところなので、相手側はああいう形で打たせてはいけないですね。いやー、いい、落ち着け落ち着け落ち着きなさい。いやーじゃなくて落ち着きなさい。落ち着くとダメだ、荒ぶろ、荒ぶっていけんじゃない。おいファールだよ俺、ビエリーニ、おい、おっさい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 、おい中気をつけて、バルキ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 、オーバーメン、そこじゃないんだよお前、オーバーメン、オフサイド、うーんねー、もうほんと腹立つ。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出してとの、あーダメだ、ほんとに
やばい、もう本当俺イライラしたらマジで電源とかもう一回切っちゃうから気をつけないと。リスタート、リスタート、リスタート早く。なんで味方のフォローがねえんだよ。気遣い持ったフォワード、セバスティアン・ユング、ほんと敵おかしい、おかしい、プロのレベルじゃないじゃん。俺レベル変えたかな、なんか強いんだけど普通に。ねえ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 、許さない。はい、オッケー、落ち着いて。こういうとこのチャンスね、ほんとお前、ほんとお前、なあ、いけー、なあ、行かせろよ。イライラするわ。後半行きまーす。はい、後半行きまーす。選手変えません。さて堀池さん、もうイラ選手のフィジカルコンディションは心配ありませんか？これほど心配はないでしょう。問題は本当にさ、どうしたらいいんだろう。精神を安定させてこう いいプレーをするにはどうしたらいいんだろう。簡単なはずなんで、プロだからね。フィガやってるから、した人から上や、もう本当もう口も回らない。 FIFA をやってる人からするとプロはもう本当に簡単なレベルのはずなんだけど、なんで俺もともとゲーム下手だからしょうがないんだけどさ、それでもマジで本当にゲームなんだよこれ。セバスティアン・ユング、レフリーは続行。オッケー。ゴルスブルクのフリーキックでゲームが再開されます。おかしい、本当におかしいよ。頭悪いんじゃない？見えてますか？目腐ってますか？レフェリー、危ない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 、ちょっと合いませんでしたね。それはもう強く打たない中だね。いいよ、オッケー、いいよ。ロイス、これはキーパーのボールです。これで一回落ち着きたいですね。落ち着きたいじゃない、こっち。いいよいいよ、落ち着きなさい。私が落ち着きます。うちのチームがこれで一回今落ち着いて、こうガチャンとね、フィニッシュまで持っていくと、そういうもうシナリオですから。もう出来上がってままですから、それ。ほら切り返す、自分でねえ。本当に人数かけられるの、マジでいける。なんでそういう風にパスが渡るわけ。本当にね、ボールが取れない、マジで。フィファは右手と違ってマジで取れないボールが。ロドリゲス、あ、本当にね、あのプレイヤーにとってね、一番イライラするのはガチャ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 回されることだからね。わかる、ね、これはゲームなんだよ、現実と違ってな。現実でもこんな回さねえぞお前。セバスティアン・ユング、考えろ。ほら気が抜けません。ゴルスブルクのスローインです。もうごめんなさい、もうちょっと引き分け狙います。もう勝てる気がしない。もう中はどうだ、危険なエリアにクロスを入れます。下手か、していました。なんだろう、なんでこんなゴールマウス、あの、いや、あの何ですか、ゴールマウスを破れない。ビエリーニ、やると思ったよ、出ろ。はいはいはい、はい、行くぞ。奪われましたね。あら、中、いいよ。オバメアン行こう。もったいない形でボールを渡してしまいました。前を見すぎか。ラボギー。ロドリゲス。出たよ。本当にもうさ、なんで俺の時だけさ、そういうそこをさ出たって判定するくせにさ、相手の時はさ、なんかもう抜け出てんのさ。出てないとかさ、マジでふざってるよ、マジで。ほんとイラってくるよ。おい、ほんともうほんとし、いや危ない、危ないです。ダメです、そんなこと。それはダメです、ほんとに。いや、くる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 、時間があるってことをまだ考えて、時間がある、まだある、時間がある、まだある。もう本当にさ、なんで敵の目の前に打ちたいと思ったら考えられないんだよ。
や、そこじゃない。ネベンスボティッチ、本当にさ、もうそれは殺す。だいだいそういうこと言ってない。ほら、頑張れ。出てない。ほら、出たっていう。本当に不平等。はい、しろ。セバスティアン・ユング、ティム・クローゼ、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっている。低評価いっぱいだよ。いいよ、いいよ。出てるよ。オバメア行こうか。本当まだいける、まだある、まだある、まだ落ち着け。いやーねー、本当にずるい、マジでそういうの本当にずるい。うー、イライラする。いや本当にイライラする。やばい、これどうしよう。イライラする、イライラする。ファール、オッケーオッケー。いやー、オッケー、ナイス。おい出た、おらロドリゲス、ギラボギダニエル・カレジ、これはもったいない、ボールを失いました。ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。いやー、本当に頭おかしくなっちゃった頭おかしくなっちゃったよ。ここでキーパーへ戻す。うまくボールを奪った。ゴールラインを割ってゴールキックです。ひどい、ひどい。怒れ、もっと。やばい、もう帰るの忘れてた。いやー、本当に頭痛い。なんでなんだろう、2連敗とかマジ許されないぜ。あー、本当に暑い、部屋が暑い、汗が出てきた。いやー、鼻水も出てきたよ。奇跡を起こそう、残り3分。こういうのをマイボールにするんだよ。ティム・クローゼ、いいよ、いいプレッシャー。キーパーへボールが戻されます。分かってるよ、そっちに出すのは。ダニエル・カルジューリ、果敢に仕掛けてボールを奪いました。アドリアン・ラモス、なんで。マキシミリアン・アーノルド、うわ、もう終わりじゃん。うわ、もうリモコン投げたい、リモコン投げたい。本当にもうマイクさせてるから投げられない。もう本当にイライラするんだけど、マジで。もう本当にイライラする。どうしよう、やばい。本当に頭おかしくなりそう。あー、イライラする、マジで。まともに実況もできねえよ、こんなんじゃ。本当にイライラする。あー、腹立つよ。なんでだよ、本当に。うちのチームの方がすごいし。いや、いいです、いいです、いいですよ。もう本当にね、腰が痛い。ということでですね、すいませんでした、本当に。入れるのと入れ出して、もうどんどんいきます。FIFA16、次回の FIFA16 実況でお会いいたしましょう。さよなら。